ちゃんの古川です。先日なんですけども、この僕の YouTube チャンネルの登録者数が3000人を突破いたしました。いつも見てもらってる皆さん、本当にありがとうございます。でちょっと前にね、僕のこの YouTube チャンネルスタートして2年が経ちましたっていう、こう喋るだけの動画アップしたばっかりなんですけど、この3000人って僕にとってはね、結構大きな節目なんで、今回はねちょっと喋るだけの動画を撮らせてもらってます。で僕この YouTube 始めるときにあんまり大きな声では言ってないんですけど、10万人目指してスタートしますって言ってスタートしたんですよ、ちょっと小さい声でね。でまあ、僕もまあそこまでバカじゃないんで、その10万っていう数字のことの大きさっていうのは十分にね理解してたつもりではあったんですけど、まあ、せっかく始めるんだらね、ちょっとでも大きな風呂敷広げたらと思ってスタートして、その1本目の動画があれですよ、下向きながらもうボソボソっとこうヨレヨレの服着てこんばんはとか言ってね、あれでスタートするっていう。でちょっと現実的な話をすると、10万人引く今3000人なんで、あと残り9万7000人で、僕がだいたい2年で3000人なんで、1年で1500人で、9万7000人割る1500人するとあとね64年かかるそうです。で64年、今僕が45で来年46なんで、だいたいね達成するのがね110歳という感じです。だからね、まだあと64年だったらそんな天文学的な数字じゃないので、まあできる限りまあそこに近づけるように、頑張っていきたいと思ってます。で僕ね、ずっと動画内とかでも YouTube 大変だ大変だって言ってるんですけど、まあ確かに大変なんですよね。まあ企画して、こうやって撮影して編集して、だいたい1本の動画ね4時間か5時間ぐらい費やしてるんですよ。でまあそういうね物理的な大変さもあるんですけど、まあ一番大変というか、やっぱりねアップしたやつが見てもらえないっていうのが一番食らうわけなんですよ。僕はSNS でインスタグラムとかもやってるんですけど、基本的にはねあんまりそこまで数字が気にならないというか、数字を追っかけるような感じではなくって、まあ見てくれる人が見てくれたら嬉しいし、まあそうでない人は見てもらえなかったらまあ仕方ないっていう感じの感覚で、どっちかっていうと、まあ、自分が納得いくものを出せたかどうかっていう方を結構気にするんですよ。多分ナルシスト気質なのかな。だからそこまで今までその数字でなんか気に病んだりすることっていうのはもうほとんどなかったんですけど、この YouTube に関してはやっぱりそのかけた労力に対しての見てもらえなさが、まあ、すごいまあ精神的に食らうと。でやってもなかなか伸びない、やってもなかなか見てもらえないみたいな感じのを、まあ、1年2年って続けてきて、なんかそれを続けてるうちになんかちょっと気づいたことがあって、なんかこれどっかに似た感覚だなっていうふうに思い始めたんですよ。でちょっと過去の話になるんですけど、僕今このカチャっていうお店をやってて、まあオープンして1周年迎えたところなんですけど、十数年前に1回お店オープンさせてるんですよね。僕がちょうど33歳の頃かな。でもうちょっと前の話に遡るんですけど、僕大体20歳過ぎぐらいの時に、なんかこう自分でなんか店やりたいなとかっていうのをなんとなくふわっと思い始めて、ようやく見つけたのがまあ花カフェだったんですね。で花カフェやりたいなと思って、まあ、そこから戦略を考えて、まあ、お花で修行して、料理で修行してっていうので10年ぐらい修行して、ようやく、そのオープンにたどり着いたわけなんですよ。だから、まあ、これお店をする時のあるあるなんですけど、やっぱりまあそこまですごい全力で頑張って積み上げた。でそんだけ積み上げたらやっぱり自信もついてくるし、オープンしたらもう絶対に入るに違いないと、まあ、信じてスタートするわけなんですよ。特に覚えてるのが、まあ、1年目2年目がもう本当に成績が良くなくて、まあ、当時ね、SNS も Facebook が主流で、まあ、Instagram が出始めの頃かな。とにかくその33歳の時はもう今よりもさらに何者でもない僕やったんですね。プラス、まあ、すごい田舎やったんですよ。まあ、今も田舎なんですけどね。ですごい田舎なんで、まあ、そんなにまあお花を飾ったり、お花を習ったりってする文化、まあ、若い人たちがそういうものをする文化っていうのがあんまりまあそこまでない状態でスタートしたもんなんで、とにかく1年目2年目の成績が悪くって、もう本当にもう良くないっていうので、もうテレビさんとかも集まって、どうしようどうしようって言って話し合って、スタッフとかもね一緒になってくれて話し合って、いろいろ策を講じて、まあ、必死に頑張って、まあ、なんとかまあ軌道に乗せるっていうところまで行った、まあ、過去があるんですけど、その時にちょっと似てるなと。
自分がまあ頑張っても頑張っても頑張っただけまあすぐに反映しないし、まあ、SNS もそこまで発達してない状態で頑張っても頑張ってもねなかなかそういう芽が出ない状態っていうのを、まあ、1年にね本当にがむしゃらで頑張ったっていう、まあ、過去の思い出があったので、なんかねすごいこの YouTube やってるとなんかそういうところで初心に戻れてなんか逆に燃えるというか、だからもちろんねそのお店にしてもこの YouTube にしても、まあ、見てもらえなかったりするのは自分の力のなさとかクオリティの低さが問題というのは分かってるんですけど、まあ、そうやってなんか初心に帰れる感じがね、まあ、僕自身は結構楽しんでやってます。で最近の話とちょっと今後の話になるんですけど、あの僕ねこの YouTube をスタートするにあたって一応ね、まあ、自分的にどうしていこうかなっていうのを考えてからスタートしたんですよ。でその考えた結果今まあこういうスタイルになってるんですけど、まあいわゆる YouTuber っぽい YouTube、まあ、お花屋さんとしての YouTuber っぽい YouTube ってあんまりねそこまでないような気がしてるんですね。僕は今知らないだけかもしれないんですけど、いい雰囲気の感じを、まあ、顔出さずに流したりするとか、まあ、まあいろんなあのテイストがあると思うんですけど、あえてねこの僕はこの顔も出して YouTube のための企画をして、撮影するっていうスタイルをやるって決めたんですよ。そのスタイルがね、まあ、ちょっと良かったか悪かったかっていうのは、まあ、答えがなかなか出ないものではあるんですけど、まあ、今後ちょっとねあの進めていこうと思ってるものとして、で最近僕がよくやってる解説と魅力っていう動画、これ結構自分僕も楽しんでます。で収集、自然採集ですね。あの山に行って何か取ってきますみたいな感じの自然採集っていうのと、あと3つ目が、これちょっと今後やろうと思ってるんですけど、ちょっと花屋さんを巡ろうと。でまあ僕もなかなか時間ないのはないんですけど、僕自身もまあいろんな花屋さん興味もあるし、まあ断られる可能性もすごい高いんですけど、ちょっと気になってるお花屋さんに相談してお話を聞きに行かせてもらえたりしたら僕としても楽しいなっていうふうに思ったんで、次の目標に向かってそのね3本の柱、解説と魅力の動画、自然採集の動画、ちょっと花屋さんを巡ってみたり、ちょっと市場に行ってみたりっていう動画、あ、4つになった。その3つをね、柱にして、次は、次の目標に向かっていきたいと思います。次は、一応節目的には多分5000だと思うんですね。で、僕が、今さ、2年で3000人だったら、来年の年末には、おそらく普通に、まあ普通に頑張れたら1500人増えて4500人なんでしょうけど、まあそこでなんとか、来年までね、5000人ぐらいの人が登録してくれたら嬉しいなっていうふうに、なんか思えてきました。はい、そしたらね、ちょっと今回もちょっと喋るだけの動画にはなったんですけど、まあ3000人突破して皆さん登録ありがとうございますと、次ね、5000人かな、目指して、はい、頑張っていきたいと思いますので、これからもどうぞ。よろしくお願いします。それでは。